皆さんこんにちは。ご紹介いただきました海の路頭で政調会長を務めております浅尾慶一郎です。今日は大変の雨の中ですけれども、本当に多くの皆様方に足を止めて私どもの訴えを聞いていただいておりますことに心から感謝を申し上げたいと思います。また多くの海の路頭の仲間の議員の皆さんにも感謝をしていただいております。このことについて皆さんに足を止めていただいたことについて感謝を申し上げるのは、実は私とみんなの党は大きな組織やあるいは団体、組合といったようなところの組織的な動員ができるところの応援をいただいていない。あるのは本当に今日足を止めていただいております皆様方お一人お一人のように何の調べもないそうした市民の皆さんの応援だけです。ですから我々ができるのはこうしていろんな街角街角でマイクを使って、そして同時にチラシを配りながらみんなの方の考え方を伝えていく、このことしかできないわけであります。しかし我々はこのことが実は大きな大きな大きな政治的な力になるということも確信をいたしておりますし、また同時にこうした活動を通じていけばしがらみがないわけですから、選挙の時に約束したことは全て約束を守っていくことができるということも皆様方にお約束をいたします。今のみんなの党、私が申し上げたことと全く正反対なのが今の政権なんではないでしょうか。選挙の時にはあれもやります、これもやりますということを言います。しかしどうでしょう、政権に入ってみたらお金がないからできないという言い訳をしておりますけれども、一番肝心なお金を作っている、お金を作っていく約束をやってないからお金がないんじゃないでしょうか。例えば公務員人件費2割削減、大変ですよ2割削減するのは。でも公務員人件費2割削減を国と地方でやったらどうなる。27兆円の2割ですから5兆4000億というお金が出てくるではありませんか。5兆4000億というお金は消費税 1% が2兆5000億円ですから 2% 分を超える、これだけの税収が人件費を削減するだけで出てくるわけでございます。こうしたことに選挙では約束したけれども取り組まないのはなぜか。それは選挙で約束すると同時に、例えば地方公務員の組合であります一郎や学校の先生の組合であります京都に応援をしてもらっているから、実は選挙では約束したけれども取り組まない。まあそうですよね、選挙でお世話になるということは何らかの形で政策で返していかなければいけない。だとすればその人件費に手をつけるということはまさに政策面では真逆の政策になってしまうから、そこに手がつけられないというのが実態なんです。私どもは先ほど申し上げましたように大きな組織や団体あるいは労働組合の組織的な推薦をいただいていない、応援をいただいていない。だからこそ逆に言えば今約束をしていること、我々が約束をしていることは全て実現ができるというわけであります。そしてそれを実現していくためには本当に今日皆様方足を止めていただいていますけれども、皆様方お一人お一人がみんなの党っていいよね、そういうことを広めていただくしか我々の仲間の数を増やしていくことはできないわけです。今の日本で起きている様々なこと、これは大きなしがらみの中でそのしがらみが様々なことをさらに加速させている。だからこのしがらみを断ち切らなければいけない。天下りのネットワーク、この天下りのネットワークを使って最近では AIJ というとんでもない会社がとんでもない詐欺の詐欺的行為を働いています。 AIJ がとんでもないというのは通行中の皆さんも皆さんそう思っておられるでしょう。しかしもっととんでもないのはこの AIJ に運用を委託していたそれぞれの年金、厚生年金基金、医療年金、そこに多くの厚生労働省、社会保険庁の人が天下っているというその事実であります。天下りがいけないというのは
何がいけないかというと、甘くなっているその厚生年金基金で理事をやっている人たち、彼らの年金は実は厚生年金じゃない、役所から甘くなった人の年金は共済年金だ。ですから今回 AIJ の詐欺にあって年金が減らされる、そういう会社の人もいっぱい出てくるでしょう、いっぱい出てくるでしょうけれども、そこで理事をやって運用を AIJ に任せていたその人たちの、その人たち自身の年金は減らない、減らないどころか今の共済年金はそもそも厚生年金よりも月平均の支給額が9万円くらい多い、月平均の支給額がそもそも多い、そして自分の年金は減らないという中で AIJ に接待を受けて、そして66チェックもしないでこの今回の出来事を招いたわけです。で招いた本人が自分の年金は減らないというのは、これ皆さんおかしいと思いませんか。人の年金は減らしておいて自分の年金は減らさない、こんなおかしいことが分かり通るのも、まさにその役所と各年金基金との力に、そこで天下りを受け入れる、こういうことが起きているからです。それそのこと一つ一つにしっかりとメスを入れて、そうしたことが起きないようにしていこうと言っているのが私とみんなの像であります。別の言い方をすれば、当たり前のことを当たり前にやっていく、それをやればもっともっと日本の国は良くなるわけであります。当たり前のことを当たり前にやれないから、いろんな面で歪みが出てきちゃっている。例えば今高橋健二さん到着いたしましたけれども、この間国会に中西健二さんに提案者になっていただいて、歳入庁設置法案というのを出しました。歳入庁って何だろうなというふうに思われる方も多いと思いますけれども、実は歳入庁というのは何らかの形で国に対して私たちが払わなければいけないお金を集める場所を一箇所にしましょうという法案なんです。こういうとどういうことだろうというふうに思われるかもしれませんが、皆さんはお給料を仮にどっかの会社に勤めていて現金お給料をいただくとすると、そこから天引きをされるものがいろいろあります。税金、年金の保険料、健康保険の保険料、あるいは40歳以上になれば介護保険の保険料、さらには雇用保険の保険料なんていうものも天引きをされるわけでありますけれども、じゃあその天引きをされたお金が行く場所、全部同じ場所ですか、全部国に払うんですから、最終的に入るのは日本の国に入るんですけれども、一旦行く場所はそれぞれ違う。税金は税務署に、年金の保険料は、あるいは健康保険の保険料は社会保険事務所に、そして雇用保険の保険料は労働保険事務所に払われているわけでありますけれども、これって本当はおかしいんじゃないかな。払う場所を一箇所にしたら会社の側も効率化よくなります。出す書類が一緒にできます。私の事務所も厚生年金、そして協会憲法、あるいは雇用保険に加入をいたしておりますけれども、その出す書類の出す先は鎌倉税務署であり、藤沢にある2箇所ある、社会保険事務所と労働保険事務所、藤沢の南口、北口、それぞれ分かれておりますけれども、3箇所に毎回毎回その資料を出さなければいけない、振り込みも3箇所にしなければいけない、これ1箇所にしてくれれば、うちは大変事務効率が上がる。事務所の事務効率が上がるだけではありません、徴収漏れというものがなくなるのが歳入庁、歳入庁だ。実は税金は多くの皆さんが、まあ、税務署怖いものですから一応真面目に払っている。しかし年金や健康保険の保険料、これいっぱい未納があることはご存知ですよね。国民年金の保険料の未納率は大体38% ぐらい、4割弱が国民年金は保険料として未納になっております。しかしもっと実は大きな問題があって、本来は全ての会社、全ての法人、会社だけじゃありません、企業法人も含めて財団法人も含めて、全
べての法人は厚生年金に加入をしなければいけないというふうに法律上はなっております。しかし実際に加入している人数は各法人において給料から所得税を源泉徴収されている人数よりもはるかに少ない。ですから厚生年金に加入していない人がいっぱいいる。厚生年金に加入していないということは健康保険も国民健康保険に入っている人が多い。でこういうところを全部厚生年金に加入してもらう、そして業界健保に加入してもらうようにすると一体いくらのお金になるんだろう。これを衆議院の調査室というところに頼んで計算をしてもらいました。計算をしてもらったらなんと毎年毎年10兆円の乗り物がある。10兆円、そういって大変大きなお金です。消費税 5% 増税したら出てくるのは12兆5千億ですから、10兆円あったらほぼこの8割のお金が出てくるわけであります。そしてそもそも今の保険の制度には大きな矛盾もいくつか隠れております。例えば保険の両立が加入する健康保険によって違う。業界健保に加入している人、来年から保険料率が 10% になります。 10% になるということは月の月給が30万だと払うお金は3万円ということになりますから、本人が給料から引かないのは7500円、あ、折半ですか、7500円。しかし国家公務員の詳細は6.73% ですが、3% 以上実は保険料に下がります。 3% 以上下がるということはそれぞれ30万円のお給料をもらっても協会健保、一番大きな日本の一番大きな健康保険ですけれども、ここに加入している人は国家公務員の方よりも本人が現金される額が4500円以上多いということになってしまうわけであります。これが果たして公平なのかどうかということをぜひ皆さんに考えていただきたい。個人の民間の保険ならいいですよ。それはそれぞれの保険の中で両立に違いがあって、しかし健康保険というのは公的保険、全員が加入しなければいけない、そしてお互いに支え合う、そういう制度だとしたら保険の両立を一緒にする方が消費税を先にするよりも先なんではないかというのが私どもの考え方で、仮にこれ保険の両立を一緒にすればいくらのお金になるか、これも計算をしてもらいます。そしたら2兆円というお金、さらに今の年金や健康保険にはおかしなところがあって、それは実は収入が多い人からすると全ての収入に対してその年金や健康保険の保険料がかかんない。まあ、ここ横浜日本社を移しました日産のカルロス・ゴーンさん、ゴーンさんみたいに10億の収入がある人からするとその100分の1しか年金の保険料、収入に対して100分の1 1000万円ちょっとしかというところまでしか年金の保険料がかかりません。収入に対して50分の1 2000万に近いところまでしか健康保険の保険料はかからない。ですからいっぱい収入がある人からすると払う健康保険の保険料や年金の保険料はものすごくその収入に対して見ると少ない。消費税は違います。使った額に応じて100万円年に使ったら5万円かかるし、1000万円使えば50万円かかるというのが今の制度です。使った額に応じてどん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 使っていく、それは使った人はそれだけ払えるという発想からそういうふうになっているわけでありますが、それだけ払えるということであれば収入が多いんだったら少なくとも同じ割合で払っていただいた方が公平なんではないかというのが私どもの考え方だと思います。そしてそのことをですね、逆の方向でやろうとしているのが今の政府だ。どういうことかというと、パートアルバイトに対して厚生年金の加入の割合を広げていこうということを言っています。今30時間以上働くと厚生年金に加入しなければいけないということになっていますが、これを20時間以上に変えていこうというのが今の政府の発想なんです。
まあ、それも最終的にはそういうことも必要になるかもしれませんが、だったら先に収入の多い人に全部普通に厚生年金や健康保険の保険料を全収入に対して払っていただく方が楽なんじゃないか。働いて得たお金に対して一定の割合の保険料を既に払っていただく、そういう制度に変えていこうというのが私たちの考え方であります。これをやればさらに上円のお金が出てきます。徴収漏れで10兆円、保険料の両立の不公平を是正することで2兆円、そして収入全部に対して健康保険や年金が保険料が払っていただくように変えていく、これでさらに2兆円のお金が出てくる、合わせて14兆ということになれば、消費税今回入れようとして偉い12兆5千億よりも多いわけですから、その全部に対して公平に保険料がかかるようにすると同時に両立も少し上げていくことができるというのが私どもの提案であります。そういうことに対してなかなか聞き耳を持たないのが今の政府なんです。なぜ聞き耳を持たないか、それは簡単です。もう小田さんが消費税、増税をしなかったら自分の政権の命運はないというふうに言っちゃった。ですからみんなの方がアイデアを出しても、いやそんなことよりも先に増税だということを言っている。でもよくよく民主党が3年前の選挙の時に約束したマニフェストを読んでみたら、先ほど申し上げた最年長を作るっていうのはマニフェストに書いてある。最年長を作るってことは民主党自身のマニフェストに書いてあるんですけれども、しかしながらそれはやらない、先に消費税を上げる、これはおかしいんじゃないの。今回私どもが指摘をしたら、今回の税法の中に最年長を作ることを真剣に検討するということになりまして、これはまだ作るということにはなってないんです。ですから先にその消費税を上げるということを自分自身の政権の公約にしちゃったから、もう人の言うことは聞かずにそれだけに増税だけに突き進んでいるというのが今の経緯です。そして一つもう一つおかしいのは、先ほど来 1% が2兆5000億ということを言ってます。でも今度民主党が出してきた、あ、5% 上げる、そして今度上がった 5% から得られる消費税収が13兆5千億だったんです。ですから 10% になると27兆の税収が増える。 5% の時に12兆5千億ですから、もし仮に 10% にしたら増えても25兆なのですが、2兆円増えちゃうというバラ色の計画になってですね、これはなんでこんなことになるのかというと、いや経済成長がするからということを言ってるんですが、じゃあその経済成長とリンクさせる私の法案にできるかというと、これはしない。ですから絵はバラ色だけれども、これを実現するための方策がないから、そういうようないい加減なことになっています。私どもは名目成長率をただ掲げております。しかしそれはちゃんと実現ができるということが我々の中でその準備もしているから、また名目成長率を掲げています。どういうことかと言いますと、今の日本の国の税収は40兆円ですけれども、その40兆円というのは過去日本の国で一番多いわけではありません。日本の国で一番税収が多かったのは1990年、今から20年以上前ですけれども、60兆円の税金の収入が今は40兆円。じゃあ1990年と今とで経済の規模はどっちが大きいか。実質の経済の規模は実は今の方がはるかに大きいです。名目の経済の規模はちょっと今の方が大きいです。しかしこの名目の経済という中には物価は入ってますけれども、土地の値段とかあるいは株価といったようなそういう賛成のものの価格は名目の中には入っていません。私どもはまずはもっともっと金融緩和をしてもらって、そして特にこの物価の根強くなるだけということでありますけれども、資産性の価格、土地の値段やあるいは株の値段といった資産性の価格を是正していこう、まあ、こういうことを皆様方にお伝えをしながら、そして日銀にももっと頑張れということを言っているわけであります。頑張らない場合には日銀
の総裁をその物価安定目標を決めた上でこれが達成できなかったら総裁を変えられるようなそういう法案を提出をいたしておりますけれども、今必要なことは前がちょっと金な金融を緩めにいたしました。そしたら少し点が安くなり少し簡単から考えます。もっともっと国際的に同じような割合で金融緩和をすれば日本の株価も上がります。あるいは土地の値段も上がるかもしれない。そうなってくれば税収が自然に増えてくる。それはかつて今よりも実質の経済の規模が小さい時の方の税収が今よりも 1.5 倍あったということからすれば金融政策にまさに今力を入れていかなければいけないということになるわけです。私どもは削るべきところは思い切って削ってまいります。先ほど申し上げましたように冒頭申し上げましたように公務員の人件費2割削減は必ずやってまいります。こういう政策はデフレ的な政策だというふうに言われている。だとすればこのデフレ的な政策をやるときには同時にインフレ的な政策になる金融政策にもしっかりと力を入れていかなければいけないわけであります。政策におけるメリハリ、政策におけるアクセルとブレーキ、こういうところにちゃんと力を入れていこうと言っているのがみんなの党でございます。我々は同時に日本の国の在り方を根本から変えていこう、統治の制度もしっかりと根本から変えていこうという、まあ、そういう提案も聞かせております。その一つが直接総理大臣と国民が選べるようにする首相公選制であります。こういうところにもしっかりと目配りをしながら、そして特に今やっていかなければいけないデフレからの脱却、デフレからの脱却のない中で消費税の増税をしていけば、これはいくら税収があっても足りない、あるいはいくら税収が税率を上げてもその通りには税収が増えていかないということになってしまうわけであります。そうしたことを一つ一つにしっかりと目配りをしながら、そして政策におけるメリハリをつけていく、そしてそれをしっかりと一つ一つ実現をしていく、これがみんなの党であります。なぜ実現ができるか冒頭申し上げました。私たちは大きな組織や団体、あるいは組合といった組織的に私たちを応援していただく、そういう組織はございません。ないからこそ、しがらみがない立場で、今、皆様方にお伝えしたことについては、約束したことをしっかりと実現ができるということで、どうぞ皆様方、そういう面で、みんなの通り、しがらみがない皆様方のご支援を心からご寄せいただきますようにお願いをさせていただきまして、私の総研究所の皆様方へのメッセージをお寄せいただきたいと思います。